上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。カビ318男子ミスのオリーブのチーズホカッチャを食べたいと思います。オリーブって種類あるんですかね、とちょっと気になってしまいましたが、どうなんでしょうね、これ。どんな感じなんだろう。もう結構チーズの香りがしてきますね。はい、こんな風にスライスされていて、こんな風にところどころにブラックオリーブの粒が見えますね。ではいただきます。の前にちょっと中もせっかくなので焼けてみましたが、こんな感じになってきます。シンプルですね。ではいただきます。生地はふんわりとした柔らかい食感の生地で、中に入っているオリーブはちょっと干しぶどうみたいな食感を出していますね。で、もう生地の方のほうがオリーブの方が知りません、分かりませんが、甘さもあって、それがふわっと広がってきて美味しかったです。あそこにチーズが入ることでちょっと塩気と食感が入って、それもまた変化があったんですね。ただチーズもちょっと欲しくなるかなっていう部分もありますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。